カウルユニットの一つである GM F40 PH カウルユニットとはディーゼル機関車の形態の一種でフードユニットの車体を車服いっぱいにまで広げた機関車である。外見上は片側運転台となり、キャブユニットと同様の構造に見えるが、車体外反はエンジン等の機器を覆うだけのもので、キャブユニットのように強度を負担することはない。カウルユニットはアッチソンとピカ サンタフェ鉄道の要求に応じて製造されたものであった。その要求とは、列車としての美観を向上させるために、車服いっぱいのカウルをフードユニットのフレームに搭載し、さらに全長いっぱいに伸ばすというものである。そのような車体ならば、旅客列車検員時には、機関車と客車の幅が揃うため編成便が保たれ、フードユニットのようなフード脇のボードもないのでそこに、 乗客が乗ってしまうこともない。また、車体を装飾したり、乗客に向けて広告的な塗装を行うこともできる。カウルユニットの端緒は、後方視界の悪さである。それを解消するために、エンド SD50 回型ディーゼル機関車や SD60 回型は、ドラッパーテーパーと呼ばれる形状を持つ。これは、運転室のすぐ後ろ側の部分の車体幅を狭く、しておくもので、 これによって、広報視界はいくらか向上した。屋根はそのまま、社服いっぱいのものが残された。あくまで広報視界確保のためであり、機関車そのものが前後両方向に自由に動けるものではない。ありがとうございます。